のカデットクラスでの優勝以来優勝がないというのが大変不思議な感じもします。いやでもね、はい、本当エリートで勝つっていうのはね、やっぱ1年じゃ絶対無理ですね。やっぱり2年3年という経験がないとですね、やっぱり難しいですね。それと同じ時代にねすごいスーパースターがいると本当に一生勝てないで終わっちゃう人もいるんですけど、はい、やっぱオットピと同じ時代にいるということがね、非常に難しい、そうですね、条件を作ってるんじゃないでしょうか、はいはい、ただこのクラウスあたりがこうやって時代を変えていかなければいけないというところはあるでしょうね。そうですね、おっしゃる通りです。現在減点ゼロです。このままいきますとクリーンということなんですが、さあどうでしょうか。これは見事、余裕がありますね。そうですね、最後ちょっと見せるような感じになりましたが、はい、クラウスクリーン、今減点見てましたね。そうですね、はいはい、そしてオットピ・イサーンです。23歳でこうやって世界の頂点張ってるっていうのは大変なプレッシャーでしょうね。そうですね、バイクトライアルが1970年の中盤頃にね、はい、始まったんですけども、まあこのオートバイのトライアルっていうのは100年ぐらいの歴史があるんですけど、はい、その全てを入れてもね、これだけの選手っていうのは本当に初めてだと思いますね。最強の選手だと思います、はい、皆さんもよく知ってまして、ギャラリーが一番多く詰めかけてました、はい、まあ、私どもこうやって見ていくのが大変なぐらいね、ものすごい人の数になってしまいましたが、そうですね、はいはい、そのオットピのライディングです。一口にこのオットピの魅力たくさんあると思うんですが、はい、最も最大の魅力っていうとどんなところでしょうね。大会はね、はい、通常まあ、人の走りを見てからやるというのはですね、一番いいわけですよね、はい、生き方というのはそれぞれ違うけれど、やはり人のやり方を見た方が確実なんですよね、はい、これはオットの場合は自分が真っ先にね、最も難しい方でゼロで行くことによってね、人にまあプレッシャーを与えるという走法なんですよね。これは見ててすごく面白いですよね。一つ攻めのライディングということが言えますかね。そうですね、はいはい、このままターンすればジャックナイフターンという、まあ、技なんですが、はい、さあ最後の飛びということになりますが、もうこれはオットピにとってはそれほど難しいジャンプではないですね。そうですね、はい、彼の場合は垂直の170の壁でも登ってしまいますからね、はい、素晴らしいライディングを見せてくれましたオットピー、いきなりクリーンです。さて1994世界選手権バイクトライアル日本大会、舞台となっているのは岐阜県無名郡板取村です。村の面積の 98% を森林が占める、緑と水に恵まれた自然の宝庫です。この豊かな自然を生かしキャンプ場が数多く点在しています。アウトドアブーム真っ只中の今、観光客も年々増加しています。家族全員が楽しめるこの板取村に9月中旬には板取川温泉がオープンします。これからますます人気が高まりそうなリゾートエリアです。さて公園の中を離れましてから今度は森の中に入っていきます。この第6セクションは見応えありましたね。そうですね、ここはツルツルですからね。そうですね、はい、またカニャスも水の中に入ってしまいました。これ水の中に入ると後やりづらいんじゃないでしょう。これはね、やっぱり水の抵抗とか、やっぱりブレーキ関係がね、水に濡れることによって、はい、制動力が低下しますから非常に難しくなりますね、その後の走行は、はい、ジャックナイフターンを見せましたが、しかしこれまた岩も苔むしてましてね。ここはね、はい、石というよりも氷と思った方がいいですね。はあ、はい、氷のようなものですね、あれは、はい、ツルツルです。1分が経過しまして現在減点が1、はい、まだまだ先が長いんですねこれ、はい、まだこれ入って本当途中ですからね、はい、真ん中まで行ってません。それからここまで見てて思うんですが、はい、このバイクトライアルの20インチの自転車ってのこれ独特ですね。そうですね、はい、バイクトライアルのみ、ね、はい、マシンが持ってるそういう構造ってのありますから、ね、はいはい、前のギアと後ろのギアがほとんど変わりません、うん、ね、さあしかし時間がなくなってきました。これアウトができません。減点5ということになってしまいました、まあ、これだけトップライダーがアウトできないというのはいかに難しいかということですね。そうですね。そしてビラルタ、スペイン勢の行き方っていうのはどうもこの水の中を攻めるやり方ですね。そうですね、はい、しかしこの後ビラルタはちょっと今、はい、左の方なんで、ここからダニエルっていう技なんですけど、これで、あ、そうですね、うん、今よく滑りませんでしたね。そうですね、はい、岩の角につけました、リアのタイヤだけでポッピングするのはこれはダニエルという技を見せました、はい、
そしてただここちょっと間に挟まってしまいましてね、ここまで順調に来たんですけどね、はい、それから今ちょっと右端でご覧いただけましたが、オットピが実に人のラインをよく見てますね、これね。そうですね、はい、いつもは結構早回りをするんですけども今回嫌に慎重ですね、はい、そうですね、はい、非常によく人のラインを見ながらそして自分のラインを慎重に見定めているという姿が印象的でした、うん、現在減点1のビラルタです。これはもう根性のノリという感じになりましたが、ね、また落ちてしまいました。もう時間がありません。10秒ありません。諦めてしまいました。途中までも行けませんでしたね。そうですね、タイムオーバー減点5、これは悔しいですね。大声を上げました。こうやってアウトができない選手が続々といるんですね。そうですね、ここは本当にあのアウトをね拝める人は少なかったですからね。そうですね、はい、そしてこのペトル・クラウスのライディングなんですが、このセクションはね、幅を広く取ってあるんですよ、はい、どこを使ってもいいわけなんですね。水を通りませんでした、はい、しかし高さありますからね、ここは崖になってますから、はい、このラインは危険度がかなり高いですね。やはり人の失敗を見てそしたら自分は違うところを通ろうというところでしょうかね、うん、そうですね、はい、さあこれしかしかなりの距離ありますからね。そうですね、高いですよ。そしてうおーすごい、うん、川を飛び越えました。しかし何度も思うんですが、はい、自転車でよくこんなことするなと素朴に思ってしまうんですがね、はい、そうですね、はい、今あのパラレルっていうね、はい、平行技で飛びましたね、A、はい、どうでしょう、2メートルぐらいは飛びましたでしょうかね。優に2メーター50あるでしょう。そうですね、はいはい、これもパラレルで上がっています。今 の, その距離もさることながらね、あの下が滑りますから着地が非常にうまかったですね、はい、そうですね、はい、はい、ぴったりと止まりましたから、はい、これでダニエルから飛びつき、ここも難しいですけどね。そうですね、まるでなんか晴れた岩の上を走ってるような感じですよね。前の日雨が降りましてね、ちょっとつるつると滑るような状況なんですが、まだ減点が一つもありません。オブザーバーがグーの形を出しているのがお分かりいただけたかと思います。はい、減点ゼロです、ね、そうですね、今1点つきましたね。ここで、まあ、ここは、まあ、安全策ということ で, そうですね、はいはい、さあカウントダウンが始まりました。時間がありません。3秒前、1秒前、ましたね、1秒前でアウトです。まあそれにしましてもこのアウトだけでも貴重ですね、このクラウスは、ね、はい、今みたいにカウントが入ると焦ってしまいますからね。そうですね、はい、失敗も増えるんですけど今よく出ましたね。そしてオットピーさんです。オットピーは水の中通りましたね。そうですね、こっちを選びましたね。あ、そしていきなりの安全策、あ、長く水の中にいたくないということでしょうか。そうですね、はい、なるほどね、今タイヤを濡らさないようにしましたね、まあ、結局ここからはクラウスと同じライン取りということになるわけですが、はい、クラウスがああやって出ていきますとオットピもちょっとプレッシャーかかりますでしょうね。そうですね、はい、現在減点1です。このセクションワンラップ3人しか出てませんからね。そうですね、はい、そして2ラップ目に入っても4人しかアウトができなかったという、まあ、最難関でしたね、これね。そうですね、はい、ほとんどが途中、特にこの部分ですよね、はい、ここから次の岩まで飛ばなければならないんですけど、はい、三角の、ね、お結び状態の岩が飛ぶというのは、ね、ね、難しいですよね、はい、先ほどクラウスはここでダニエルを見せたんですね、はい、ダニエルになるにあんな風にね、はい、1回飛ばないとなるほど、なりませんからね、はい、これは難しいですね。やはりここはしかし世界の頂点の技というか。そうですね、はい、あの滑りやすい、ね、おむすび岩でよく飛びましたね。そうですね、はい、さあそしてこの山も高いんですがね、やはり足つかざるを得ませんか、うん、ここは、ね、晴れてればね、はい、方法もあるんですけど、この状態ではもうついた足が滑るかどうかっていうのは問題になるぐらいですからね、はい、はい、ただクラウスが1点のところこの減点3というのはいかがですか。痛いですね。そうですね、はい、滑ってますね。滑ってますね、うん、あ、体勢崩れました、うん、さあこちらもカウントダウン、先ほどのクラウスよりは遅れている。現在減点3です。しかし力技でアウトしました。この2人がアウト、完全にクラウス、オットピの2人に優勝争い絞られました。アップビート
ツアー94ネイキッド。